はい、こんにちは、寿司チャンネルです。今日なんですけども、このファーウェイ&オンデイズで買ってきましたスマートグラス、3ヶ月4ヶ月ほど使ってオーディブルで耳読書をやってきたんですけども、めちゃくちゃ快適に耳読書ができています。なので今日はその点をお話したいと思います。それでは行ってみましょう。まずですね、いいところ、このスマートグラスで耳読書する、オーディブルで耳読書するいいところお伝えします。常にメガネをかけてるので、耳読書したいなって思った時にすぐに聞き始めることができます。イヤホンだと、イヤホンを探してきて、さあつけました、さあ聞きましょうかっていう一手間がかかりますけども、このスマートグラスは常にかけてるので、さあ今から読書したいな、耳読書したいなっていう時にスマホでスタートしたらすぐ聞くことができます。これが手軽でめちゃくちゃ簡単です。そしてレンズ、いろいろ変えれます。胴付きレンズ、もちろんブルーライトカットとか、あと紫外線をオフにできますので、すごい紫外線きついんで、私目がすごい弱いんですけども、これをつけてるおかげで毎日の目の痛みがかなり軽減されました。そして3つ目なんですけども、音がね、耳元で出てくれますので、周りには聞こえないんです。まあ完璧じゃないんですけど、耳元に音を出しながら逆方向に音波を出して音をかき消しているので、周囲には音漏れが最小限に抑えられます。ですが自分には耳元で音が出てくれますので、耳読書に最適です。聞いてたらこの頭のこの周辺で本を読んでくれてるような、そんな錯覚に陥ります。この辺ですごい喋ってくれる木村佳乃さんが僕に向かって話しかけてるぐらいの感じで、すごい没頭できるので、めちゃくちゃ耳読書に応えます。オーディブルを使う方はこのスマートグラスで耳読書めちゃくちゃおすすめしたいと思います。そして耳を塞がないので、これをつけたまま歩いてたりとか車を運転してても、まあ、比較的安全ですよね。耳塞いでたら外の音が全く聞こえないんで危険ですけども、耳を塞いでない、この周りで音が鳴ってるんですけども外の音も入ってくるので比較的安全です。そして次、気になる点言ってみましょう。気になる点は、例えば大きい道とかで騒音が大きいところではちょっと聞こえない、耳に入れてるわけじゃないんで外の音が大きすぎると聞こえなくなります。ですがそんな時はこうやってこう手で覆ったら外の音を遮断できますので、その時はこうやって聞くようにします。大きく聞こえますのでね。あともう一点は、電話がかかってきた時にこう取れるんですけども、その声が小さい、もうほぼギリギリ聞こえるか聞こえないかぐらいの音、まあ、相手の声の大きさにもよるんでしょうけども聞こえないんです。なのでこう塞いで必死に聞き取らないとなかなか聞こえない、聞こえづらいってことがよくありました。そしてこのテンプル部分を操作したら、音を大きくしたり小さくしたり、あと再生停止ってできるんですけども、スキップボタンがないんです。ちょっと早送りしたい、次の曲行きたい、30秒飛ばしたいっていう時にいちいちスマホを触らないとできない。ここで何か早送りボタンがあればめちゃくちゃ便利なんですけども、今のところないので、そこが気になる点です。ということで今回スマートグラス、私が使っているのはファーウェイ&オンデイズのスマートグラスなんですけども、3万から4万ぐらい、レンズによって違いますけども、これあれば耳読書かなりはかどります。1日1冊ペース、もしくは2日に1冊ペースで耳読書できます。まあ空き時間の多さによって人によって違うでしょうけども、耳読書っていうのは隙間時間でかなり冊数読めますので、その隙間時間5分10分を生かすためには、イヤホンを探してきてつけて、さあ始めようかじゃなくて、一瞬でも時間が空いた時にスマホを再生すればすぐ聞けます。なので
スマートグラスで耳読書するのがめちゃくちゃおすすめです。ということで概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はよかったらチェックしてみてください。このチャンネルではガジェットもご紹介していきますので、まだの方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。